本日はコースエキスポに参加させていただいて、私は全4種の企業さんのお話をさせていただきました。その中で私が一番印象に残っているのは貴殿プラント工事さんのお話です。貴殿プラント工事さんの企業説明の中では、私が触れたことのない器具やケーブルについての話を聞かせていただいて、実際にその器具やケーブルを使って圧着工事の練習をさせていただきました。その作業をしていく中で、あ、やっぱり楽しい、電気工事は楽しいな、再度認識できる良い時間となりました。私の特に印象に残った企業様は長崎地検様です。コンクリートで土砂崩れを最小限にするために固定をしたり、長崎県内で温泉などを掘られたりする企業様です。会社の雰囲気なども伝わってくる仕事の内容で、とても魅力を感じました。今回得られた情報や体験をもとに、これからの就職活動に生かしていきたいと思います。私はいろいろな企業様とお話をさせていただいて、私も人の役に立つ仕事に就きたいと改めて実感しました。